グリブニーエビバーレハウスゴーインどうも、皆さん、こんばんは。吉本新喜劇の森田信義です。えー、現在夜の9時、えー、30分を少し回りましたかね。えーえー、まあ今年より、島の内2丁目にございます、えー、ライブカフェバーユナイトさんより、生放送でお送りいたします。題して、森田信義どうぞ。<laughs> ありがとうございます。<laughs> すいませんね。 えー、たくさんの方に来ていただきまして、本当にすみません、えー、去年まではもう少し広い場所だったんですけども、今年はちょっとこういうね、えーまあ、アットホームな、えー、いい言葉で言うとアットホームな場所で、えー、悪く言うと狭苦しい場所でですね、えー、お送りすることになってございますので、皆さん、すみませんがね、ちょっと相席でちょっと席を譲りながら、えー、座っていただきたいなと思いますが、大丈夫でしょうか。ね、えー 椅子はこちらにもございますからいろんな場所にはい、あのフードをかぶっておられるから周りがあまり見えてないのかもしれませんけども <laughs>、まあ、いろんな事情あるかと思いますけれどもすいませんね、えーえーまあ、あの場所があまりわか,からないという方が、えー、大変多いと思いますので、えー、改めてですね紹介したいと思いますがあの日本橋の駅から上がってきていただきまして添右、えー、門町の逆の方向にですね 歩いていただきましてへえこんなとこにこんなハマーとかあんねんやっていうのをね、えー、通り過ぎたらあれここってなんか日本ちゃうやんっていう雰囲気がすごく溢れる、えー、ちょっとしたあデンジャラスな感じの、えー、中華街とも言い切れない、えー、でも誰が住んでるかよくわからない場所 通り過ぎた途端に急に真っ暗になって <laughs> ものすごい不安になった瞬間ゴミ箱の向こう側にあれあの看板かなって思う、えー、ライブカフェはユナイトでございましてね、えー、今の説明が一番分かりやすかったと思います。<laughs> えー、あの行き交う人はほぼ日本人じゃないというね、えー、すごい裏ローカルな場所でございますが、えー、また別の場所でですね、えーあのー、地下鉄を上がってきてでですね、あのー、なんでございましょうか文楽劇場の出口が一番の最寄り駅なんでございますけどもあちらの方から上がりますとです、ねえー、とんでもなくホテル街を通ってくることになりましてですね、あのー、人間の夜の営みのいろんな事情をですね垣間見る。あ 車でこうやって送ってくるサービスがあるんやとかね、えー、いろいろなところを見ながらですね歩いてくると道に迷うんで気をつけてください <laughs>、えー、私が選手そうでした、えー、あの駅から2分で来れるはずが5分ぐらいかかりましたからね、えー、そんなわけでございまして、えー、この番組はですね、えー、吉本新喜劇にんち頑張ってます私、えー、森と信ですが、ね、毎回新喜劇、えー、内外問わずいろんなところからですねパートナーを迎えしてグローバル情報から半径20センチ以内の小さな話題までを皆様にお届けするバレエディんな1時間となってございます お金が出稼ぐ方法を学べます G3 ずっと私が噛んでると思われてたんでございますけどもこちらにちゃんとお金が出稼ぐという、ね、お金が出て稼いでくるというそういう方法が学べるという漫画を 出版されております G3 というところとですね地下鉄水戸水線昭和町駅一番出口を上がったところでございます住庄岸本という焼き鳥屋さんこちらの方でですねこの番組を見たよと言っていただきましたら何かしらのサービスが受けれるようになってございます昨日私こちらの店に行きましてですねこの番組見たよって言うて来てくれった人やはりますかって聞いたら今のところまだ一人だけやということでございましてスポンサーになっていただいて もうはや2年ぐらいが経つんでございますけどもまだ1人しか行っていないというねなんという甲いのない番組なんでございましょうか是非、えー、とも今これを聞いた方で興味ある方はですね是非行っていただきたいなと思います、えー、そしてですね えー、ただいま、っか乗務員募集中でございます、産後タクシーグループさん、えー、もしですね、えー、年明けて2月、この節分を超えた時期にですね、えー、仕事長くなったという方がおられましたら、えー、なんやったら、ねあのー、もう新入社員として採用決まってるけど、なんかいろんな事情で、えー、行けなくなってみたいなことになった場合ですね、えー、ぜひどうもこちらの方に再就職していただきたいなと思います。えー、そして、 中古車のことならこちら、森口市にございます COS ・カーオリジナルサービスさん。 えー、こちらの方でですねあのー、車、中古車はもうトラックから何から何もいろんなものを扱ってございますので、えーまあ、個人事業主でも何でも結構でございますが新しく車を買い替えるとか、えー、いろんなことを考えておられる方はぜひともですね、えー、ご利用くださいませそして宮古島のラウンジマリアさんでございまして、えー、宮古島本通り3-23-7ソワレド宮古島の3階にございます。えー ラウンジなんでございますがえ、ラウンジと言うたらなんか聞こえいいんでございますけども、働いてるのは新喜劇の棚のデブということでして <laughs> えあの山本奈美という大きい人が働いてます、えー。セット料金3000円で、ボトルキープが5000円からで、明るく楽しいお店でカラオケ歌い放題でございますので、えー、あの宮古島にはですね、えー このビルぐらいらしいですよ、歓楽ビルといいますか、そういうスナックとかが入っているビルが。えー、ですのであの、宮古島でですねなぜか知らないけど、終電なくなったという方、ぜひとも立ち寄っていただきたいなと思います。えー、さて、まああのー、こちらの方からですねお送りすることになって、まあ、1ヶ月経つわけでございますけども、まあ昨日は、えー、節分ということでございまして、えーまあ、あの京都で節分といいますと、吉田神社で、えー、ございまして、まあ、これが一番有名なんでございますけども、皆さん知ってる方おられますでしょうかね。えー、あのー カロ祭りと言いますけど最後にみなあの1年間を通して、えー、お札とか全部いろんなところを集めるのでございますけどもそれはもうすごいどういった半径何メートルですかね、えー、15メートルと直径20メートルから25メートルぐらいの、まああのー、円を、まあ、円柱になるんですけどね最終的には。 えー、そこにも全部こういう、えー、お札さんとか、えー、例えばまあその場でこう供養してほしいものとか全部こう入れるわけでございましてねでそれをまあ、あのー、節分の日に火をつけてですね供養するという、えーまあ、こういうのが一番のお,お祭りなんでございますけども私もまあ古いお札を持って吉田、えー、さんに行ったんですけどもその火がつくのが11時からだとさすがにこれを見てではちょっと大阪の方に帰ってこれないなということでございまして、まあ、とりあえずお札さんだけ収めて。 えー、帰ってくることになったんですけども、えー、そしたらなんか今日父ちんぷいぷいを見てましたらですねあのー、その神社のいつもこう3日三晩火がついて消えないというお祭りなんでございますけどそれが。 えー、その模様が出た瞬間にです、ね、なんかこうシャンシャンって振るようなやつありますよね神社の,その管理者さんとか振るやつあれがまあこうポンと置いてあって色違いでこうなんか緑やったら赤やったらこうするやつがあったんですけど、えー、それに大きい目の前にはもうそれは古いお札がもう山ほどあるわけですよ何トンからあるわけでございますけどその前にちょっとちっちゃいそのシャンシャンとなるあれ名前なんか分かりませんけどあれに火つけて終わったんです。そそれをその 大きい日を楽しみに、えー、11時ぐらいにはもうえげつない人がもううわーいてんのにちっちゃいそのなんかシャンシャンだけ燃やして終わったんですよ。ちょっと事件でしょこれえーとこう言うてくれよとずっとアナウンスで、えー、カロー祭りの方は11時からとなってございますので皆さん、えー、それまでにお集まりくださいみたいなこと言うてんのに。 ただただなんか目の前に神主さんが用意したやつをシャンシャン燃やして終わりてええー、ってなったんですよ。それなんでなんねやって話になってそのうちにブブで言ってたのにはですねあのー、京都市が、えー、今までこうその灰が4トンぐらい出るとその4トンの灰をゴミ袋に入れて、えー、ちゃんとやってくれって言ったわけですよね。京都市がですよ。そこにもう全国から集まってくるのに。 えー、しかも、なんてそこはです、ね、日本で唯一88か所ぐらいの神社のお神さんが一堂に会してる場所があるんですよ。これ日本でもないらしいんですけど、そんな日本にも珍しい神社で、京都市がすまんけど、あの灰、片付けるの大変やから、えー、ビニール袋に全部入れてくれと言うたらしいんですよ。ほな、神社が、ですねいやちょっと待ってくれ、灰をビニール袋に入れたんでこれ、水を全部濡らさなあかんと。 ほなこれ4トンどころじゃなくて倍以上の重さになるぞとこれはできひんなって話になってほなもうしゃあないから参拝業者に頼もうって話になったんですね <laughs> ほなこの参拝業者がですねあのー、燃えたものは回収できませんと言うてきたもんやから。 さあどうしようかって言うた時にたぶん菅主がいらんこと言うたんでしょうねいや菅主さんが分かりませんよ誰か言うたら前々から思ってたけどなこれ参拝やな言うてるけど実質ぬいぐるみやとか賞味ほんまや言うたらこう燃えないゴミに分類されるものがいっぱいあると持ってきよると確かにこれを燃やしてやるのはもう大変やからえ燃やす前にもう京都市に処分してもらおうってなったらしい。<laughs> 本で最終的に取った手段がシャンシャンを燃やして終わるという一応これで魂なくなりましたみたいな。<laughs> よう分からん作業で終わったらしいんでございますけども京都市何してんねんと吉田神社何してんねんっていうね、えー、昨日そういうことだったんでございますけどもまあ,あの私が喋っていたのではらち、えー、が開きませんので,ですね、えー、このままたくさんの方今日来ていただきましたけども、えー、この人4番とこのまま進めたろうかなと思いますけども, <laughs> もうそれをしてしまうとね、えー、それをしてしまうとそらく私が多分あの元気をとどめない顔面で帰らないといけない <laughs>、えー、なんであのこの裏町で何かあったんだろうなっていう形で <laughs>、えー、とぼとぼ泣きながら歩いて帰らないと。 できなくなってしまうと思うので、えー、この方をお呼びしたいと思います、えー、初登場でございます小寺まりちゃんですどうぞあり,うありがとうございますね、はい、いやいやいや素晴らしいですねあなたの人気はいやいやあのー、とんでもないことはないですよ <laughs> そうでしょって言ってくださいあなた本当にいやつぼみの恩恵を本当ですか、はい いやいやいやもうつぼみはもうずっともうつぼんでる場合じゃないでしょほんと十分咲いたんじゃないですかそれはいやでもちょっと私怒ってるんですよつぼみに関してはつぼみに怒ってるそうなんですよ何ですか何か名前が変わるんですよくぼみかなんかぼみかかなんかに変わるんですけどなんですか私もともと吉本初のガール人とつぼみっていうメンバーで活動してて卒業して1か月2か月経ったぐらいから何か。 これすごいアイドルとして活動してると思ってそれまでなんかお笑い頑張るよみたいな私もやる時ははい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 コンビ組まされてそうななんです。なんかく胃る師匠に漫才見ら <laughs> 見てもら見見もさされてるおかしいですけど見てもらったりとか <laughs> いろんなことしててそうなんですよ、はい、だけど卒業してから、はい、アイドルになりますって宣言して、はい、すっい すごい可愛い服。ああ、なんかね。はい、お揃いの服。はい、お金で自分らで払ってたのに。え？自腹で。そうなんでその可愛らしい服を買っていたのにもかかわらず、今もう会社が用意している。そうなんです。あ、そうなんですか。で、卒業してちょっとしてからメジャーデビューするんです。ええ、よほどいらんかったよね。よほどいらんかったか、急にやりやすになったか。 ああこの子ら力入れたろって急に会社が思う人がそうですなんか相方もちょもともと、はい、今も一般に戻ったい、ね、ではいはいもっちゃりしてたので、はい、デブはいらかかったのかな <laughs> まあねいやいやまあそのりんご、ね、飴というね、はい、えだからそのアイドルが相方って言うてる段階でもうアイドルじゃないでしょそれは。<laughs> いやそうですね。はい メンバーとか言うてたらまだかいらしいですけどなんか相方もねちょっとやめるとか言うてますとかって言ったら <laughs> もういよいよお笑いでしょそれは。いやまあ、扱いがもと,いやもともとは、はい、そのつぼみも女性タレントコースはははいはい、はい1期生が金花さんそうですねい。あのそうですね。 でそのまま一生懸命タレントコースとして頑張った時にマネージャーがつぼみっていうのを作ろうってさくらさんの下やから作ろうってさくらのつぼみとしてさくらほどとは言わないけれどもみたいなさくら目指してとはいでずっとアイドルとして頑張ろうみたいな感じで最初はせやけど NFB さんが「 これ襲来され。おお邪魔者が来た。東京からの。じゃないですけど。襲来され。おお銭はあるでみたいなやつね。劇場も。もう作ります。作ります。マネージャーが集合って言って。おお。呼ばれて。もうめっちゃ朝早朝呼ばれて。お お笑い頑張っていこう。<laughs> はあじゃあ NNV が来たから君たちはもうお笑いやと。<laughs> そうなんですよね、うん。もうお笑いしかないぞお前らと。<laughs> はい、みんなで面白いことやれとりあえずと。はい、タレントコースは,はあやと。<laughs> はい、もう普通の NSC やとお前らは。漫才 <laughs> はいせあるわで。おおおもろいことやってこいと。<laughs> はい、でまあ吉本やからもちろん必要なスキルではあると思うんですけど、突然言われたもんやから。はい。ああみたいな。 特に私もともとメイドでメイド喫茶で働いてたのでそのキャラを生かそうと思って相方とまあ一生懸命頑張ってたらあの先生とかいるじゃないですかお笑いの講師の先生に見てもらってもさくらの霊があるからな何も言えんは好きにやって今のなまりの感じでどなたか分かると思いますけれども NSC 行おられる方はね。 だからまあ好きにまあお笑いをやらせて <laughs> あんまりこう学ばず自分の思った通りにこう相方とずっと <laughs> あもう何が面白いかも分からずそうなんですよこんなことが面白いねなかろうかと思ってやっていたと、はいう、ね、かもうそれは単なる講師が放棄しただけじゃないのこれはあ <laughs> かんなー思ってで、ね、お笑い難しいなと <laughs> いうやつじゃないのそう ですね、まあ、かそのつぼみの作家さんとかも、はいはい、ほんまに、なんかこう、運があれば。バーンって売れると思うねみ、うん。みんなそうやろ、それ。<laughs> みんなそうやって。<laughs> <laughs> そら、ら最終運やろ、もうそら。だから、もう好きなことやってくれみたいな感じやったで、うん。はい、はい、で、まあ、新喜劇に入ってから、まあ、一からベタとか、定番を、こう、今学んでるっていう。 <あ>状態というか今からそうなんですこう雰囲気でしかわ、うん、からなくてお笑いをはあ、い、なるほどいやでもじゃあ何が何やねんってなった時誰が何説明できるのかって誰もできるのじゃないだってこれが面白い答えだってこうおの,おの感じること全然ちゃうし。 でもまあ金の卵のイベントとか新人でやらせていただいてるんですけど、はい、やっぱこうシミケンさんとかスッチーさんとかこう的確な回答これどういう意味でこういう答えなんですかとか言ったらだからこうちょっとどういうっていうかちょっと今分かんないんですけどお土産買ってきたよって言って有馬温泉のお土産買ってきたよって言って白い恋人 ああいう項の崩し方なんだよっていうのを教えていただいて初期やななすごい雰囲気でかやってたけどあなるほどって頭の中でかみ砕くっていうのがひらがなはできるけどカタカナ書かれへんみたいなぐらいの感じやね今聞いててでもわかります大体はへえなるほどってでもつぼみとしての期間は え、もう NSC のタレントコース卒業したすぐつぼみそうです高校3年生からあ高3から高3から女性タレントコースに入って,て入ったはいはいはいで、えー、何期生なんですかそこは5期生五5期生はいで、えー、とやらせていただいててそのままもう 現役の頃からつぼみを作りましょうっていうはいもうすでにもうつぼみがあできるというところにもううまいこタイミングがあったんですね、はい、頭なんですけど<ー>それでえっとラジオをやらせていただいたりとか楽しみケンさんと高井さんとやらせていただいたりとかしててこうずーっとつぼみを続けてて,<ー>てうつぼみ続けてて咲、はい、くことなく。<laughs> 先かけたこともあったんですけどね。いやでも十分仕事はしてますやんあなた。<laughs> そんなラジオやなんだって。そうですね。まあ今日晩下月とかで。でしょ？だ、ね、からいろいろあれやってるじゃないですか。<や>でもそのなんかまあいやえっ、ー、と二回目二、えー、回前ですね。はい、あのー、元巾着のね、はい、安田ゆきちゃんに来てもらいましたけど、うん、もうあの子なんてもうそらなんですか生まれ持ってものすごい経験を。 しょってね。そうなんです。不幸な方なんです。びっくりしたよ。もういや不幸な方で本人今幸せやからね。<laughs> あれですけど、結婚されました。もん、ね。そうですよ。なんかもう試行錯誤がそうなるかって思うぐらい。<laughs> な,なぜアイドルやっててよしボクシングやろうって思うかと思うんですけど、<laughs> 彼女なりになんか？<laughs> 私のマイノリティみたいなところなんでしょうね。うん、あのボクシングジム実は私も行ってって、と、行ったことがあって。はいはい。なんでなんで、それは。たまたま、結構芸人さんが行かれてるじゃないですか。井岡ジムね。はい、はいはい。で、その相方がもともとずっと通ってて。ほう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 。 なんか頑張れて進められるぐらい世界チャンピオンになれるでっていうぐらいすごいキックとか強かったらしいんですよえ, <laughs> え、ボクシングジムにいてキックが強い <laughs> キックめっちゃ強い、ね、どうなってるの<う>その何あそこはなんか燃えたいとかもやってるの <laughs> ダット兼ねていってみたいな。ああなるなるなる、はい。でもボクシングもキックもめっちゃ強いから、うん、ちょっと目指さんかって言われたぐらい。あもう格闘家や。はい相方でもなんかもう嫌やってなって、で辞めた時に久しぶりに行きたいからまり、はい、ちゃんも行かへんって言われて。ほーなるなるなる。はいはいはい。もうあのタイのかっあいや違うよ。<laughs> 違う違う。<laughs> 違う違うよ。 違,う,違、ね、うんうん間違ってる、うん、ずっと日本語しゃべってるし、まあ、冒頭英語でしたけど、はい、まあ,あのこの番組をねずっと見ていただいてるからもう3年後になりますけど、えー、初めの方ね初めの方私もだいぶ血迷ってました「コップンか」言うてましたもん。<laughs> どうも皆さん「サワディカー」言うてましたよしまよってました、えー、それで「タイ人」っ間違えられて「違うよ」言うてたもアホですよでもう今は言います違いますよ,すよ、ね、はい違います隊員の,、はい、の方とかが結構ボクシング教えてくださるんですけど抱きつかれたりとかあっク,クリンチ的なやつこうじゃなくてこう,こうやっこうやって終わった後に「へえ」みたいなあ ももうう本気やもうちょっと <laughs> スキンシップやで私結構疲れるみたいで<う>でもなんか来られてもう絶対嫌と思ってたら<う>そのつ次ぐらいか安田さんが「私本気でやんねん」って言ってすっごい中でやってはるんやなと思って<ー>だからもうすごい精神で。なるほど、ねは な,そうなぜ彼女がボクシングに目覚めたかとかっていうことをいろいろ紐解といてたらもう昔の家庭環境がすごすぎてなんかあもうそういうところなんやと思ったら正味、応援とかよりもただ単なる明日ののョーみたいな感じで見えてきてマジで喧嘩好きなやつなんちゃうんとか思って。 人殴ることでしかも自分を見なされへんやつなんかもしれんと思っていたらこうなってきてあの可愛らしいちっちゃい顔ですごい器用な方でもともとつぼみも一緒にやっててリーダーなんですけど歌とかダンスとかも一緒に巾着ですもんねしててすぐ覚えるんですよダンスもあそうなんですかだからすごい運動神経がでもその巾着はだいぶ先輩 え、そうですね。二期先輩になるので、なるほどなるほど。はい 巾着が解散したじゃないですかねねなんか、ね、えまあご存知かどうか分からないんですけど金着くというね安田きながあ元とあってコンビコンビという言い方がしてる段階でもアイドルじゃないですけどもここは解散して、はい、そのもう一人のその相方の人が韓国に行ってね,そうですね今タレント活動されてるんですよね、うんえー、なんかそういういろんなねあの環境なんでございますけどもあの、はい、一応ねあの言うとかないといけないことがありましてですね、はい、もう言うの遅かったんだけど ますけれども、えー、この番組、ですね、えー、皆様からあのー、寄せられた質問、うん、疑問等でですね成り立っている部分もございます。はいえー、そればっかりではございませんが、うんえー、まあ,あのツイッターと「飲むぼうり、えー」出てございます。えー、こちらの方を、はい、つけていただきましてつぶやいていただきましてね、えー、どしどし、えー、お寄せいただきたいと思うんでございますけども、うんえー、いや、なんかいろいろ来てますよ。 マリちゃん達者ですねとかいえそんなとんでもないですけど、はい、ちゃんアホなのっていう「世界地図書けますか?」っていう、まあ、世界地図書けますかはい世界地図ちょっとじゃああのーえー、はいアイドルの方にはね世界地図を毎回書いてもらうというノリがこちらのほうがありましてね,ねはいあのー、どこまでこの世界を認識しているのかというね、はいえー、それをちょっとあのー、今 こちら真理さんですね。大体の感じでござい、いいですよ。はい、はい、あの書いていただいてですね。えー、でまああの寄せられてるまあこの質問とかええー、いろいろこうよす紹介したいなと思うんでございますけども、えー、なんかねあのー、やっと九時半になりました。あ、あそういうことあこれは違いますね。まあ今日九時半になったのはちょっとまあいろいろ事情があったんでございますけども、まああのー。 そこはあまり気にしないでくださいね。えー、はい。あ、もう<え>早いない？世界一でそんな速をかける？<え>はいはいはい。あのー、はい、じゃあではではでどんと見せてください。はい、えー。では小寺周りの世界数がこれでございます。ドん <laughs> え？ちょっと待ってください。<え> <laughs> ちょっとだけあのー、すみません。えっ、ー、とですね。<laughs> えー。 河口付近を描かれているのか、なんかこう山の方から流れてきて、やっとちょっと池の方にこう差し掛かったのか、もしくは単なる干潮を描いたのか、え潮の満ち引きによって急に現れた貝殻を描かれたのか、何なんでしょうかね、え意外に死滅している生物が多いようにも見受けられるんでございますけれども、えん何ですか、バナナが流れてきた。 そして二枚貝がこう産卵しているというはい,いやこれ日本日本です日本、はい、あこれ日本ですかはいあちょっと待ってくださいあのえではですね、はいえー、北海道どれですか北海道これですあでこっちですこっちですあこれ北海道、はいえー、小さい島でございますけどねだいたいでっかい島というのはありますけど小さい島はいねこれがこれ本州本州、はいえー、では、はい えー、日本列島というのは大体何島から成り立つかっていうのをご存知でございますけどね、えー、では九州どれですか九州はここれれです、はい、九州もう四国がなくなりましたね <laughs>、えー、徳島の方、高知の方大変申し訳ございません <laughs>、えー、四国が今、なくなりました <laughs> 大変申し訳ございません香川、えーね、の方いろいろあると思いますが申し訳ございません四国が今なくなります残念なお知らせでございます。ね、もしし見ていただいていいいたただる方おらられましたらですね <laughs>、えー 大丈夫でしょうかね。<laughs> えー、そしてですね、あのー、沖縄がどちらにあるかですね、えー、お説明していただきたいなと思うんでございますけども、はい。沖縄はどれでございますかね。ないですね。沖<き> <laughs> 沖縄の方大変申し訳ございません。<laughs> 一応、この番組、世界配信をもとにしておりまして、ですね、えー、全世界どこからでも見れるようになってございますけれども、沖縄の方、存在しないことになりました、申し訳ございません。えー、そして、ちょっと疑問点があるんでございますけれども、これは何ですか <laughs> こ,のこのちっちゃいのがポンとあるんですこれは。<laughs> アジアかなって、ここに、えー。アジア <laughs>、えー。申し訳ございません。 えっと北海道の上にある小さい点、こちらのほうがです、ね、アジアだという、えー、小寺先生がおっしゃっております、えー、あのー、韓国の方、えー、そして中国の方、モンゴルの方、いろいろおられると思いますけれども、えー、おそらく今、シンガポールだけになりました、<laughs> 大変申し訳ございません、えー、そして、ここここのこのれれは魚ですかこれは海だよっていうのを伝えたくて。えーちょっと <laughs> 冗談で言ったんですけど、これ、う、海だよというものを伝えたいがゆえに、魚を描いた。えー、この魚が、北海道やシンガポリルもでかい、えー、とんでもない巨大魚が今、えー、オーストラリアの上の方ですね、通過中でございます。気をつけてくださいよ。おそらくもう、ハワイとかも沖に上がってますよ、これ。ええー。なるほどね。で、あの、これは波ですか、じゃあ。夏波です。なるほど。 風ではなく波だとね <laughs>、えー、これはどちらのでイギリスです<笑><笑>これが靴に見えるというのはイタリアでございましてね、えー、ブーツに見えるのはヨーロッパで唯一あのイタリアなんでございますがまさか、えー、イギリスがですね、えー、日本よりも下の位置に <laughs>、えー、赤道直下にイギリスがある。 えー、大変でございますね、えー、今ごろベッカムが T シャツを脱いでるってことでございますね、<laughs> おそらくね、えー、なるほど、えー、で、えー、こちらはどっちらの <laughs> 新しい大陸が今発見されました、えー、小寺真理さんによって新しい大陸でございますね、えー、イギリスよりも上にある大陸、こちらは何大陸という名前なんでございましょうかアフリカです。アフリカ えらいもんでございますねアフリカというのはあの北の方にあるものだと思って <laughs> えーさん暑いのでね、えー、まさかあのー、赤道よりも上寒いところに黒人がいっぱい住んでると思いませんでした <laughs> えー、でこちらの方はアメリカですアメリカまあここはなんとなく分かるんでございますけどねえー、南半球にお住まいの方すいませんがもう存在しません <laughs> 大変申し訳ございませんえー、なるほどねアホですね <laughs> アホですね。来ましたね、来ましたね。隠してたんですけどね、いや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 、ありがたい、ありがたいですよ。えそうですか。なんか、あの、新喜劇で、ちょっとあの前田真美さんとかが、あはやねみたいな。アホやねんありますよ、ありますよ、ありますよ。ずっと隠れてて。なるほどね。出てきましたよ、新しいの。新しい、これは。えなんかね、あの、ちょっとわかりにくい。 えーまあ、質問をいろいろしようかなと思うんでございますけども、ね、せっかくでございますから、えーまあ、ちょっと簡単にですね、えー、私が、えー、ちょっとまあまああいろいろありますけど、はい、日本地図をねちょっと書いてではままあまあちょっとちょっとまあまあああのー、形が簡単、微々つかもしれないですけどまあ大体いいこういう感じに、えーはい、これがパッと見てんどこかわかりますかね。 わ、はい、か,かりますね、はいえー、ではですねあなたが思う岩手県岩手はさてどの辺にあるのかをちょっと書いていただいてもよろしいでしょうかあ、ね、はい岩手県でございます岩手県ですちょっと黒く塗りつぶしていただいたらありがたいこございますけどね、はい、なるほどね、えー、こちらの方にあるってことでまして <laughs> まあながち <laughs>、うん 間違いではないね。あ、なんとなくね合ってます合ってます。ますうん、では、えー、まあだいたい日本のことはわかりますかね。だい,だい多分わかります。なるほど。はい、ではあのー、熊本県。<laughs> はい。熊本県でため息が出たというとこととしてね <laughs>、えー、熊本出身の安井正貴くんが今頃ちょっと震えてるんじゃないだろうかと思います。あ、熊本に教えてもらいました。あ、<俺>熊本に教えてもらった。 ええクマモンが喋ることが今判明いたしました。ええクマモン喋るみたいですよ。ふなしみたいに。はい。お願いします。ここです。ここです。ほうねえー、ここでございましたね。ええー、まあまあまあなんとなくね。なんとなくまあ一応九州に帰ってくれたということがまあまあ指さしてたなって。なるほどこの辺りを雰囲気で。なるほどね。まあ日本地図はまあまあ。そうなんです。 いけますよね日本は覚えてかないとねまあそりゃそうですね、えー、じゃあちなみに大阪はどの辺りになるんですか大阪ここら辺ですよああじゃあまあ、まあ,あじゃあそこは賢でございますね,すね日本は若いとかでバカってバレるからなるほど、えー、バカってバレるから <laughs> なるほどね、えー、もうあの世界地図の段階で遅い感じはしますけども何がいいでしょうかね、えー、ではあのまあえーもういいね もうそんなかアホを出すために新経ーに入ったわけじゃないんです私の <laughs>、ね。のれんにというねのれんにほにゃららこの「ほにゃらら」このほにゃららとはのれんにはいことわざでございます。 ね、小さい声でまじかというね <laughs> まさかこんなところでつまずく声だとは思わず見に来た人が多いと思いますがね、えー、今日は多分おそらく、あのー、このお店の前に唾がむっちゃはかれてるえー、であそう,おうのれんにのれんにバサ、のれんにバサー、のれんにどね。あ、いいですねいいですよいいです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 、ね、いいです あののれんにバサいいでしょうね。他何かありますかね？皆さんね。ちょっと聞き,聞きたいやつとかありますか？えー、穴埋めことわざ言ってみようという。もうまさにこういうのがありますけどもはい。はい まああの先ほどの,あの日本地図の指摘でえそこは長崎ではというねご指摘もございますけどもいいんです九州で収まった段階でもご正解なんでございますえそれでは他何かね言うても私もそれほどことわずに詳しいものじゃないのでえ何がいいですかねあじゃあこれがいいですねぬかにねぬかにはいのこの続くぬかにほにゃらら,ら。 はい、はい、それをちょっとねえーはい、あな何か何でもいいですよ今あのツイッターでね見ていただいてる方はあのー、マリコにこれ答えてみてくださいみたいな感じのことでじゃぬかにはいどん、つけもん <laughs> 間違いじゃない <laughs> そらそうですよぬかは漬物でございますね、はい、えー、なんかあのー、いいですねそらそらぬかにね <laughs> えー、じゃあ次行きましょうかえ答え答えぬかにく,くでございましてね意味のないことだというね、えー、あ<ー>そういうことでございますのれ,のれんにバサそして <laughs> ぬかに漬物あなたが正解ですよ <laughs> え、ねえー、はいあいいですねえー、いいですね猿も<え>猿も はいはい、もうこれわかるでしょ、はい、これはもうこれ知らんってなってきたらもう何してきたんって思いますね。すねはい、はい、猿も猿うこナ食べよ <laughs> ね。ということでございましてね <laughs>、はいえー、全世界の動物皆きょうという素晴らしい、えー、ことわざでございますが、えー、ではですね、えー、まあこれが 答えられたらです、ねはい、えー、まあまああのーえー、では工房ええー、もうもね<防>ちょっと私漢字がちょっとわからないですけどもおそ、はい、らく棒はこうだと思うんですけど工房のこうがちょっとわからないですけどまあちょっとはいあ工房じゃないあ弓書いて カタカナのもを書いてあこれがこうえこうあわかりましたわかりましたあなるほどわかりましたわかりました、はい、かりましたまあこれが別にどうでてこ,こういうことですねはいずいにさるあこれね、はい、すいません工房もねはいはい、はい、工房も <laughs> ほにゃららはいはい 工房もほん,ほん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 みたいな感じでございます、はい、大体のイメージ、ね、はい、はい、工房もパン <laughs> <laughs> いや漢字書いたやんいやこれがこれがこうやったらわかるねこれやったらパン工房わかるけどこの漢字わざわざ書いたやん 俺もちょっと恥ずかしい思いしたやんこれに関しては <laughs> まさかパン工房天才です <laughs> 天才ですわね<え>いや素晴らしいはい、はい、では、えー、そんなあなたにですね、はいえー、ではちょっと待ってくださいね何がですよねあのこういうにれてる師匠の名前 わかります。それはわかりますよね。わかります。わかりますよね。ではあの大統領の名前、アメリカの大統領の名前。あわかります。わかります。ではフルネームでお答えください。お願いします。ね。もさも、うこれはわかる。これはわかるじゃない。コリアだと思うんですけど。はい。なるほど。どんあかしこですね。バラクオバマ。はい。ってます。合ってます。あてます。あてます。はい。 ではあのー、アメリカの、はいえー、初代大統領、えー、どっちどどっちどっちどっち,ちなんでしょうね、<laughs> あなたの頭の中にどっちがあってどっちなのかわかりませんが、アメリカの初代大統領の名前、はい、はい、出しください、ドン、ケン。<laughs> <laughs> えー、どっちなみに、ですねちなみにどっちと迷ったか書いてもらっていいですか、ケンか、どっちかどっちゃないですか、ケンか、はい、ドン、マーク <laughs> 素晴らしい、素晴らしいですよ、ケンかマークで迷って、今の大統領、バラク・オバマ、なぜ答えられんねん、すごい、もう歴史なんてあったもんじゃないな、あなたにとったら、素晴らしい。 素晴らしいですよ、えーはい、まああのー、ねそんなあのーえー、もうございませんいっぱい聞きたいことがあるんでございますけれども、はい、あの何、ー、でも、えー、この間の新喜劇の七個目のオーディションで取、はいえー、られて、はい、<で>そうですねで、はい、この間昨日ですか昨日ですあイベントだったんですよね、はい、それどうやったんですかあのー、なんとか、はい 頑張りました。なんかあのオープニングね担当するということで、いやいや全然全然選手ねなんかあのどうしたいんですかということで作り方が分からなかったので、はどうどうやったっすかそれは。でも本当にあの清水さんのお力を本当にあのフルに使わせていただいてフルにね。あそれで剣で出てきたかもしれないですね。フルに使わせてあの使っていただいて、はいはいはいなんとかできたかなっていうのが。本当ですか。 あってそうですねあのでももう一番最初私と新人の,、はい、あのもう一人ひろと君っていう答えで出てきてでももうっめっちゃ緊張してるんですよねやっぱり、はい、で私本番前にあの前説が今、はい、ウェップさんと、はい、マサジさんやってえっ前説が今ウェップさんとマサジがやってるのそうなんですよあのお兄さんがやってくださってああそうなんですねへーねでえっとその 終わった後にすぐほんわかパッパーほんわかパッパーって流れて、はい、めっちゃ緊張してて、はい、でそしたらなんかあの上手にいてたんですけど、はい、スタンバイしてて林よしえちゃんがパーって来て「新新はい、来てあの前説終わってから15分ぐらい休憩あるで」って言い <laughs> に来たんですよ <laughs>。 林しえというやつが、はい、であなたに <laughs> 前説が終わってから15分の休憩 <laughs> はい、はい、会場が30分でスタート45分やからすごいですねもう <laughs> 前説がカウボシ署の漫才かぐらいのすごい枠とってるんですね、はい、それで私<う>、はい、ずっとトイレに行きたかったので「はい、ああちょっと本番前にトイレ行くわ」って言って。 舞台を降りてドア開けようとした瞬間、本音がパッパーって流れて、そらなりますよ <laughs> えっ、おんひろとくんもどこ行くんですかみたいな、そらそうよ、そそうよっ急に急に、うん、急いで走って<ん>緊張とかもなんか覚えてなくて、何が自分を一番最初しゃったかももうああ、もう慌ててもふためいてるから、漏れたんちゃうかと思うぐらいは <laughs> ははいいい緊張して、はい、でもかむこともなく。はいで 早くシミケイさん出てきてってあそれ冒頭のネタとしてはちゃんとうまいとできましたえ、まあなたがそのおしっこでどうのこの慌てふためいてることはバレなく済んだんですか、はい、でももう林良枝っ何すんねんと思いましたもう <laughs> いやそうあなたも何信じてんねんって話ですけど <laughs> いやそんなはずないでしょうえ <laughs> 何林良枝は何あなたは陥トようとしてるのそれは 友達にも「はい、あの45分開演」って教えてたらしくてえ <laughs> 何そのあ三30分開演やのに、はい、30分会場だと思ってて、はい、だから前説もあの客入れの時にやってるんやね <laughs> って<ー>思ってたみたいでなるほどはあ、い、あいつもアホやね <laughs> だいぶなアホやね <laughs> でもあんなに焦ってたことはなかったですもうえっ、ー、ってなってえー まああの子もちょっと本当ね一回ここ呼び出さなきゃならないう, <laughs> そうです、ねね、また新しい世界地図が見れるかもしれないのでねえあのまたこうなんですけどまあしておられる方は分からないかもしれないしておられない方もおられると思いますけどもねまたあのカモン鈴乃とまたちょっと違う系統の違うそうですね私も今までに出会ったことないタイプのアホ誰が言うとんねん <laughs> お前もやぞ見たことないわアメリカの初代大統領どっちかなケンかマークかどっちやねんそれ。ねええー、まあジョージでも悩んだとこで分かるんですけど、えー、なるほど。 そうでございます,そうですねでもほんとお兄さんの力とか偉大やなと思いました<ー>今までこうつぼみの時にこう助けてもらうってことがあんまりこうあもうそりゃ女性ばっかりが、はい、もう腰たんた々と自分の座を狙ってるようなやつらばっかりだから <laughs>、まあね、ギスギスするんでしょうね <laughs> そりゃロッカールームとかあったらえらいことやったやろなつぼみなんか私のロッカーいつもボコボコなんやけどみたガン言うだけなあかんやついやそう はないですけど、あのー、まあみんな結構靴とか、うんはい、あの汗だくのまま入れるからうわあ <laughs> <え>女性ってなんかそういうとこほんまちゃんとせてへんよね。男性の方がちゃんと捨る時あります、ね、レディースマンションのゴミなんてむっちゃ臭いらしいで<え> <laughs> 何捨ててるんっていうぐらい。<laughs> ほんまにんほんまに、えー、だってこうテレビとか見てて大体、はい、いいこうよう取り沙汰されてるそのゴミ屋敷っていうのってほぼ女性でしょ、うん、あ確かにそうですねそうやねんてもう<ー>男ってどっかで限界感じんねんて <laughs> はかんこれはとああでも男性も、うん、もう結構寂しくなった方が多いですもんね 寂しくなった方私にとって、うん、この後人生どうするんやろっていう方がゴミと一緒に丸まってみんなに俺を真っすぐ見ながら言うたんね <laughs> まだ寂しくないわにぎやかなやつがおるわ家に一 <laughs> 人にぎやかなやつがおるわなんかお腹痛いお腹痛い言うてて <laughs> 何やどないしたんや思ってパッと見た急にん <laughs> こんなんやりだしたからど,どないしたんやみたいな。<わ> 痛みを紛らわすダンスって,言ってよくわからないこと言ったやつおったわ。<laughs> 愉快ですね。怖すぎたわ、俺。ほ <laughs> んまに、ね。うそうですよ。はいえー、でも、その木の卵で入ってくるまでに、いろいろあったじゃないですか。はいすね、あなた、まあ、その前の年に入っていたのが、まあ、福田咲子とかでしょ、はい、福田咲子とは同期なの。同期なんですけど。なるほど、なるほど、期待は甘かも。はい マイカちゃんは2個ぐらい下になるんですかねあ下なんすか、はい、へえなるほどでも逆に言うとあなたがちょっとその時に入ってこなかったのは何か理由があったんですかあのマネージャーと相談してたんですけど1年ぐらい待ってほしい、はい って言われて。そうなん。そうなんですまあ、来年、多分新喜劇のオーディションあるから、一年とつぼみが変わるから、追ってくれって言われたんですけど。つぼみが変わるから追ってくれ。いや、よくわからないですね。つぼみが変わるから追ってくれ、いや、変わんやったら出してくれって話ですね。そう、そうなんですけど、もう変わらなくて、変わったも卒業してから。ですああ、なるほど。そうなんですね。騙されたやつ。まあ、まあ、騙されんじゃね。 <laughs> そうですね、ちょっと騙されましたね。あ<ー>でも、その一年間で、こう、はい、あのさきっちょまんとか。あの、コメディとか、新劇の方とも仕事が多かったので。はい,はい、はい、そ,れはそれで、まあ。あ、なるほど,なるほど。基本にはすごく、なんか一年やったなっ、はいはいはい。まあ、そこは私は別に、ああ、後で行くから待っとよ、まあ、東京もそな感じやったね。<笑><笑>でも、こう、ああと思いました、タッキーたち。 ちょっと私受からんかったらどうしようっては、まあ、正直焦ってまあそりゃその時の福田大工は「来んなこら <laughs> 絶対来んなよ」いこんなんやってたと思うよ。来んなよ」もう「ぬ <laughs> んちゃく振りましたから来んなよ絶対来んなよ」みたいな思ってたかもしれんけどね <laughs> そうですねでもまあ、あの相方も本当はずっと一緒に行きたいねって話はちっとしてたんですけどはい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  なんかまあ、一般の職に就きたいって言って。あ、そうなんですか。一般の職に就きたいと言って、やめたんです。そう、そうなんですよ。もう疲れたと。はい、で。普通の女の子に戻りますみたいな。接客業のお仕事今してるんですけど、一ヶ月でナンバーツーになって、売り上げが。ええ。すごいや、むっちゃ才能あるやん。そうなんですよ。で、まあ、そこは、上がっていけるようなお仕事なので、いつかまあ、店長とか。 あ、<う>なるほど。ね、上に行けたらいいなっていう話。えー、えー、もう最終的にはね、その、あ言うてても。はい、ほんまに、あのね、どっかの、まあ、今も、今も、リンゴ飴売ってるかもしれんみたいなね。<laughs> 落ちばれたら,みたいないたら。あ、タバコ吸いなら、あれ、よあ、言うて。リンゴ、ほんまにリンゴ飴売ってるで。言うて昔、私、リンゴ飴呼ばれてて。言うて <laughs> 落ちばれたら。みたいな、なってるかもしれないけどね、ほんま。 <laughs> でもまあスナックとかちょっとやってほしいですけどね相方似合いそうじゃないですか<れ>もうバカにしてやかお前 <laughs> <laughs> いや知らんけど <laughs> そこの相方とのお前の関係性知らんからあれやけど <laughs> なんか今でも毎回イベント見に来てくれる、はい、あそうなんですかそうで金の卵も来てくれてその毎回の出番やめるっていうことになった時にはあなたとその二人でなんか。 あののめたたりとかかなっ一応私はもうやめんと一緒にやっていこうっていうのはずっと言っててでまあ新喜劇入りたいけど一緒に入れたらいいよねっていう話かコンビ続けるかってすごい迷ったんです1年の間ででもまあそれで相方はでもやっぱりこう一からやっていくのもあの子ずっとあのマイムプロさんで役者やってて吹市和江さんの同期なんですよ。 へえそ,そうなんですよ先輩やんほな <laughs> からもう芸歴的にはすごいあるので途中でやめたとしてもうおうおうずっとやってたのでま<う>まあまあその無理やり引き止めてももうあかんのかなあもうそこはう心一つなってるから<ー>決まってるから、うん、はあなるほどねえまあそんないろいろあった、あのー、小寺ま央ちゃんでございますけども <laughs> まあちょっとこのコーナーに行きたいと思いますありがとうごていただまして このコーナーですねゲストの方のお写真を紹介するコーナーでございましてですねつい去年まではこの番組のスポンサーでもございましたシーザーでございましてこのシーザーをどうやって買うかという告知もいろいろしてたんですけどももう今売ってませんこの会社が潰れました。唯一のことでれあちょっね えー、お写真を紹介できるのでございますこれテレビも見れるんでございますけどもねこの商品を紹介する必要がなくなったというのはね何 <laughs> ともあれなんですけど、はい、ではこれねこれアクセルローズが出るんでございますけどあこちらどうだすね、はいはい、あいいですか1番目ああこれ、うん、懐かしいですねええー、これお写真 はいこちら京橋花月で巾着さんのえっと朝本さんが出れられなくなって、はい、代わりに1日だけ1日2日ですね、はい、やらせていただいたんですけど一、はいまあ、日だけですからあ,あれですけどねあ,結構があったらやらせていただいたやつなんですけどそうなんです巾着出てねって言ってて朝、はい、本ちゃんがもともと知り合いやってほんで「いいんですか」って言うてて「いや出てよ出てよ」言うてて。 ほなその朝もちちゃんが出られへんと、はい、で安田ちゃんは出れるけど言てほんならその代わりに言うてリンゴめさん来てくれはってね、はい、えええ、うん、そうですよこの時内場さんがゲストでねええ、はい、あと誰か出てたってわけじゃないですもんね。まああの 出てたけどやめた人もいともえはこれやめましたね随分もうこれ何年前ですかこれ京橋可決でござんすか11年って書いてましたあ2011年あそれほど前でもないねんねほらねそうですねええ確かすごいメンバーとやってたなと思いますねこれ考えたらねえったんですかこれ高校生やったのあなた高校か卒業してちょっと過ぎくらいやってでやっぱし。 ななかなか私も山口ちゃんもすぐ仲良くなれないのでははいはいはい,はい,はいはい、で新喜劇の方がいっぱいで結構こう仲良くなれずに困ってたんですよ初対面やし、はい、でみんなからしたら誰やねんってやっぱりあ<ー>はははいいいはい すぐラジオやって、はい、ほんまに本読みちょっとしてすぐ出るみたいな感じやってその時ラジオをしてたのが、はい、あのしみけんさんと高いさんやっすねしみけんさんに「はい、大丈夫ちゃんとやれてる?」みたいな言われて「私が本当に悪くてでも人見知りで全然仲良くできなくてで、はい、頑張ります」って言ったら「今別府さんとひろゆきさんとかに。あのー こてらと仲良くしてあげてなって、裏で言ってくださって。あそうやったんですね。れですごい仲良くな。ええ、なるほど、なるほど。そういういろんな事情があったんですね。なるほどね。その時、こう、内場さんに積んでる。そうですね。はい、はい、はい。恐れ多いですね、今か死ぬほどの無茶ぶりでしたけど、我れ私から。そうですよね。あまり、僕も、なんか、状況、あまり、よく考えじゃなくて、まあ。本当に、出ていただくってなったので、その。 ちゃんの代わりにねだからもうちょっとええとこ持って行ってくださいよってことやったんで急遽ね、台本上入れていただいてできることっつっていや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 よかったですあれはあれでようこれ残してましたあなたこれしかもこれってほんまのデータで残してくれてますやんかだいぶ気に入ってるやんこれ前の携帯にしか入れててはいそれ引っ張ってきたんですけどすごい僕の家にもこのデータはもうないと思いますけど分からないですけど この時のねお話は面白かったって言って結構あの評価残してありがとうございますあいそれありがたいですねでは次行きましょうドンこちらうわなんかアイドルらしい感じこれアイドルとしてデビューした時ですで小籔さんが来てくださってこれがデビューはい最初こんなにいたんですよつぼみがへえ どなたが AV 上位になったんですか。はい。なってないです。誰もいない。誰もいないです。あ、そうなんですか。珍しいアイドルユニットですね。そういう意味で言いますと、え、あこれが安田ゆきなですか。そで先ほど言ってた朝もっちゃんですね。はい。これがね、安田朝もっちゃん。だ田って言ったらまああの彼女を見たね。彼女はでなんでもあの僕知らなかったです。韓国人やったんですね。そうなんです。ね本当にね小山さんもに変わらないです。これ何年前ですか。2 0 0年。 あ、さっきのよりか前。前ですねはい、小籔さんがあんまり変わられない感じしますけど。え、あなたどちらに似てるんですか。そこにててあー、ほんまや。わかります、わかります。え、ほんで、えっ、ー、と、福田体育とかはどこにおるんですかね。タッキーはこれですね。

なもまあちょっとでも目立つようにというところで,う、ね、そうですねで前髪もね、ここ、はいうに切られた時期、悩んでた時期ですねタキこコレで、はいえ、あと、起点はマイカちゃんはどういうですかマイカまだ入ってないです。入ってない。はあ、はい、なるほど。こんなにいたんですね。あつるぽん、これ。あつるぽんです。はあやつるぽんだともう、一人誰かいても。あ、ひと妻にゃんこ。ひと妻にゃんこ、まだですね。まだ。はい。 つまじゃんか、まだなの。まだなんです。はあ、あいつ仕上がり早いのな、なら。方向転換、早いね。<laughs> すごいね。<laughs> はあ、そう。ね、えー、ほ残ってる人います、今、誰かここでい、まあ。ひろか。ひろか。あ、はい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 。としてやってるひろかちゃん。はい あと東京にいた福田真紀ちゃん。あ、はい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 。シュークリーム、今。シュークリームはいてるんですか、ここに。引っ張ってるこの2人、シュークリーム。はははは、あの駒込ペットっていう。なんで。駒込ピペット。コマ駒込ピペット。パペット、マペットじゃなくて。いや、アイドルの2人で。ダンス中心に。これはガリガリガリクソンさん。 リッペちゃんっていうお笑いを今はやってるんですけどなるほどなるほどガリックソンさんではないです女性ですああなるほどよかったでございますねここの方はなってもお笑いをピンで今やってるこの感じでもう顔の半分隠れることになってしまうのはもう隠してるやん自分を アイドルとかはしたくなかったです何で来たんや、ほなタレントね、なるほど、いろんな方がおられる今はもうこのシュークリームだけですか、いてのじゃあ。と、こまごめピペット、なるほど、パペット、マペットということでございまして、じゃあ次いきましょうか、どどん。こちら、あい、こちらですね、ああね、四年ぐらい、そうですね、ぐらせていただいておりました。 から、二十二まで,なので。あ、なるほど、三年間ぐらい。はいはい、そうですね。ええ、ね。す、これでも、そうですね、新喜劇入い。高井さんが入った時もやってはったんですよね。そうですね。ぐらいですかね。はい 同期のお二人で、はい、えらいとこで磨かれましたねしかしあなたもねいやでもほんとあのいやらしいことばっかり言われましたよ、はい、あの乳首にトングしたのかとかわけ分からんことんのもう高校生やのに言わされたということを今はもう惜しげもなく言いますやんか言います <laughs> 乳首にトングしたのかたなるほどねセクハラなラジオ <laughs> 楽しかったです本当ほんとね、えー、チャッターボックスはいあ、えー、なるほどじゃあ次行きましょうかドン こちら、あれ、はい、これをまた。これ一番最初の、多分お仕事で、はい、あのー。あなたの。はい。はい。あと、名高木さん。名高木さんに、キュマさん。ツンデレをやったら、これを芸にした方がいいよって、こう。 いいたただんですよ。もうその頃すでにツンデレはしていたはい、メイドはやってたのでそれをしっかりネタとして考えてやった方がいいよみたいなそうですかすごいだからもう高校の制服なんですこれええ場所あそうなんですねはあそうですかまあ七木さんはねこんなところにおられることがもうあんまりなくてねすごいじゃあ次こしドん。こちら 新入団のメンバーですね。あ、なるほど、ちょっと小さいお題でますけども、はい、あれ全然いいですよ。 もうだからと言って、こう、後ろの方にあると、あんまりわからない。あ、えまあ、ここに小寺、あ、真理さんがおられましたね。この赤い服サンタクロスが。あの、メンズ石橋君。メンズ石橋という、えあの、またね、ここの番組で紹介できればと思いますけれども。なんと言っても、お兄さんですかね。お兄さんがもう、お兄さんじゃないんですよね。そうなんです。お兄さんがお兄さんになくなってしまったから、自分は男だという意味で、メンズという。名前をつけてるというね。え、そして、ええ。 彼がた竹見さんですね先輩でございますけど伊賀由里香前園健太で高関優でもじゃ吉田でこれがヒロトですねで林教ちゃんあこの子ですよこの子ですアホの匂いのする子ですねまたこの番組にもねあのぜひともあの呼びたいと思いますのでね皆さん必ず足を運んでですねアホを滑目していただきたいなと思いますけどなるほどねえこれが こんなえっまだ。 あのもう一人いてでしょ。松村恵美ちゃんがいてるんですけど。え森崎もいてるでしょ。あ、そうですね。あの森崎さんはこの時体調悪くてすぐ帰ってなるほどね。誕生日会をいつもやってて。なるほどね。皆さん仲良くて。はい。松村恵美ちゃんもね、そうですね。え、あそうですか。皆さん仲いいんですか。仲いいですね。上辺だけ。え、仲良すぎてあかんよって言われました。あ、なるほどね。とリナライバルとしてい認識してやっていかなあかんよって言われるぐらい。あ、そうですか。え、でもいいことじゃないです。仲いいのはいいことですよ。それはね。え、なるほどね。 佐藤大一さんも言ってください。はい、次次いきましょう。どうも。こちら。の相方とね、二人のあ、お二人で。はい。これはもう解散する前。解散する前ですね。なるほどね。リングアメのお写真でございます。これは何？プリクラ？プリクラです。ああ、なんか同じだし、二人。え、一個スタですね。 向こう相方が,がでも芸歴は上なのでずいぶん上で、福井市和也さんと大,大きなでし子役からやってたことじゃんそうですね、子役からずっとやってて肝、はあ、座りまくってるんよね、うん、なるほど、ありがとうございますそしてあの私の方でございますね、はい、すいません三、えー、月の二十七日に、えー、京都新喜駅というイベントが、えー、ございますので、ね ぜひとも、あの議園か月で初めて京都人による京都ならでもの新景気ができればなということでございまして、はいえー、すみません、私、仕事で、はいえー、チケット2000円で子供料金もございますので、はい、1500円でございますから、はいえー、嘘ついて来てもいただいても <laughs>、えー、結構でございますたくさんの方に来ていただきたいなと思いますので <laughs>、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。よ 森田さんはいらなくなって台本捨てるんですか欲しいですってことですねあ、そうです欲しいですか台本ってね,ね台本にもよると思うんですけどね かさばりますもんね。でも台本、そうなんですよ。崩せれないタイプで、あ本当ですか。今までの台本とか全部。僕もね、初めそうやったんですよ。ね、今はもうちょっとそんな感じになってきたんですけど、擬音ヶ月とかの台本ってもうその置いとおく、まあ N g k の生かなか月の新劇の台本、一応ね、こうまあ精本されてるんでございますけども、コピー用紙がただ集まったばっかりだけの擬音ヶ月の台本なので、まあそれはもうどうしても。 あのー、この番組の、えー、台本の裏紙になったりとか <laughs>、えー、してますね。うすねえー、裏紙もう両方吸ってやったらもうえななくしてれるでしょ。<laughs> はいそんなわけで。何か告知とかありますか？<え>これじゃん えっと2月の10日から NGK 多分出ると思、ね。多分出る2月10日から。はい、なるほどね。お願,お願いいたします。そしてあの私はですね、え2月の17日の火曜日、えー、夜の7時からですね、グランフロント大阪北関にございます。えー、北関にございますナレッジシアターにて、えー、インプロマニアというイベントがございまして、えー、前売り当日とも2000円でございます。えー、まああのいつものごとくですね、えー、即興で、えー、お芝居するイベントなのでございますけど今回は芸人た はい、演劇人ということで、まして、えー、えー、芸人のサイダーですね。私、まあ、新劇は私だと、山本直美ちゃん、ええー、そして、あの、芸人はこれです、ね。あの、色盲はこれですね。うん、藤崎、牧田、田崎、うん、ええー、カバと、幕之助のカバ、そして、セーラーズスパ、肥後、うん。 そしてなんと、この度の、R1、うん、のファイナリストになりました。ユリアネ・トリバーでございますね、うんえー。そして演劇人はと言いますと、川下太陽さん、えー、国木田カッさん、久住みかさん、えー、そして橋田雄一郎さん、そしてあの、こちらもバンドマンでございますけど、ミュージシャンでございます。赤犬から久住秀夫さん。うんえー、この久住久住で一緒だと思われる方多いと思いますけども、うんえー、兄弟でございましてね。えー、なんでこの久住みかさんに至っては、この後藤博人さんの奥さんでございますね。うんえー、そして、えー、仏壇館の港の本木香織さん。 そして今回はゲストにですねなんと新喜劇からはあー池野めだか師匠が初めて即興イベントにチャレンジするということで,です、ね、そしてあの、えー、南河内万歳師匠の内藤さんがん、えー、来ていただきますのでチケット2000円でございましてただいま発売中でございまして、えーまあ、あの会場が広いので、はい、いつもよりかあちょっとたくさんの方に来ていただきたいのでぜひともよろしくお願いいたします。いすねいたします えー、そして私はあもう一件でございますね、こちらね、先ほども言いました、3月27日に、うんえー、京都新景気というのをイベントをござや,やります。えー、ただ、チケット発売中でございますので、えー、もうどんなイベントっていうのは簡単に新景気でございます。うんえー、そして私がこんな格好するかどうかはまだ分かりません。はい、ただまああの、変な格好はするようなことになっていると思いますけども、えー、あのこのえお1日限りの、1夜限りの新景気でございますので、えー、これがまああの好評であればシリーズかもということでございます。えー支配 に取り入りたいと思いますのでぜひとも皆さん来ていただきますようによろしくお願いいたします,ま,すまだこれゲストの方他の出演者決まってませんので、ねうんえー、決まりしたら随時、えー、発表していきますのでどうぞよろしくお願いいたします,ますねえー、というわけでございましてほぼもう1時間でございますけれども、はいえー、私はまああの一応来週の月曜日まで ギオンカ月の方に出させていただいて来週は奈良健康ランドの方でまた行かしていただきますのでぜひともそちらもあとまたハクライアセの方でですね本岡パパータの演奏があるそうなのでそちらの方も見に来ていただければなと思いますけども来週はい来週ナンバーグラムカ月の方で入ってたと思いますなるほどねでまだあのもしスケジュール等が合いましたらですねこちらの京都新劇の方出てくださいあ本当ですかはいあのリンゴ飴としてあれ まただちょっとナンバーツーやから。なるほどね。で,どねえー、ではではあのぜひとも、はい、あの先ほど映ったのあのガリクソンさんと一緒にね。<laughs> ガリクソンさんと一緒に申し上げたら <laughs>、はい立派ですか。はい。はい 断,ね、断るのかよ <laughs> えー、なるほどね、抱き合わせでは言えなくてもいうこととい。もしあのそのときに、<laughs> 議論かけ算の出番とかね、入っておられたら、ぜひとも出ていただけたらと思いますんで、えー、またあのこうやってですね、毎週、ね、一応毎週として、この <laughs> ここでですね、配信しておりますので、またぜひ皆さん遊びに来てください。はい、本日はどうもありがとうございました See you next time! Bye bye! Thank you very much!